こういういあれ兼用地ってさ結局さっきの下までいかないと水場とかないんだけど、うん、うこういうの区切るとしたらどうどうすんどうやってんのやっぱり水場作んないとダメ水槽を持ってくるかうんあと圧が強ければ上までうん,れで、ね、うんそれがここまで水来ないんだよね圧が。なん うん結構水場作ると兼用地とかってその周りとか荒れるじゃないだからあんまりあの作りたくないっていうかでもねこれからいろいろ大変だからさやっぱり集約放牧とかやる人は増えると思うんでもう高原先生にすがりつくような人が増えると思うんで。 横テ <laughs> <laughs> のこれから行くとこもこのすごいスキー場張りの傾斜のところがあって、えー、でその上にこういう感じで広いところが広がっててそ、うん、こ,こに離したいって言ってたけどううしよでもあれ満タンにしたら今度トラクターで引っ張ってくったって、ね、傾斜があったらあれでしょうでそれだけの傾斜だったら、うん、普通のポンプだったらもう1 0ルとかあのー。 固定さあったら遅れないもんね。うん。あてあ<ー>みたいなことしか言えないんじゃないかな。ね,<ー>からねやっぱり水場が大切なんですかそういう傾斜のところってやっぱり縦に縦に割るの割るとしたら。縦、うん、縦にに割割っっててままししたたね僕も うんじゃあ横を例えば牛丼みたいに登ってって横に離すんじゃなくてもう上,、うん、上から下までまっすぐ縦にうん横もやりましたけどね横パターン上と下とでもね水地下水の流れてか知らないんですけど、ねうん、上の方とか真ん中辺は草がなくても下の方はすごいうんい 結構下の方ってなんか養分たまるからあんまり食べないよね食べないっていうか、うん、結構傾斜の部分の方が食べるもんねう,でねうんでもあれだよね襲薬王国っていうのはこれも心も6兆ぐらいあるから、うん、これも分けるようになるのかね 草もこれなん更新してからもう1 2 1三3年なのかなこのなんか訳わかんない草がいろいろあるけどこれなんかペレ入れるとオーチャードが負けちゃうね肥料とかその巻いてないんだけどなんかあの再装の前とか見ると随分なんかあれだなとオーチャードより。 なんかペレの方がペレもずも随分増えたなと思っていいじゃないですか管理しやすい,、うん、ペレ多い方放牧の管理はしやすいですああお茶で置いて食べ食いちぎったあとで茎残るじゃないですかうんまあケンタッキーとかもねよくあるけどね、えーえー、結構もう赤くなってきてでもそれだからこういう感じになってるあ 宝浦牧場まだ泡をしてるからねしてないもうカサカサしてますね<え> <laughs> <laughs> この間の僕、潮風思いっきり食らってカサカサしてます奥さんの肌みたいな感じ<え>そう言ったオールね、えー、カサカサでもなんかそうやって頼まれていったらそういうボックの分け方とかあとそういうま施肥とか、うん、であとそのライジングプレートメーターうん、うん、そういうの使い方とか、うん でもあれ短く短くっていうか僕小さくしてなかったら、うん、あ,れあれでもその僕全体を測るってことできないもんねある程度小さくないとね,そうすね食べてる最中とか食いむらもできたりとか,か伸,び伸びすぎててもああ<ー>本当今こういうぐらいの感じの装置や、うん、これなんかあれですか、ね、パ,ッパッと見でテヘクタールでこれ何キロぐらいありそうな感じ そんな短くても一応それ出るわけ出るっていうかうで,、ねうん、でもまあ最初はそうやってやった方がいいよね、うん、俺も全然わかんないから2 0ンチぐらい伸ばして5ンチまで食わせろって言うんですけど5ンチってなかなか食えないから、うん、7 8ンチぐらいだと思ってうんですよ今まで平行にした状態で刈,刈り取ったぐらいの だからそれで数値で把握していけばあこ,のこの見た目で大体このぐらい食ってんだなとかわかるもんね、うんうん、まあ現物で5 0キロは平均食ってんなとか、うん、6 0キロ食ってんなとかさ4 0キロとかだったらちょっと少ないもんね現物でねうん,うん中で今草やってないんでしょまだ,まだやってないっすねもうそろそろやらないとう,うちはもうやってるもんな,なんかうん 去年のちょっと乾燥に近いラップみたいなやつ結構食べるようになってきたから、うん、やっぱりまだまあ外で足りてないのかなっていううちはだから、ね、年間通して中でもちょっとずつやってるから、うん、で食べない時はもう食べないし、うん、あんまり、あ、それでいいなと思って食べるようになったらやっぱ外がもちょっと足りないのかなっていう感じで配合もこれ 4kg ぐらいやってるんだ うん、2キロ、2キロぐらいそれにあとパルプっていうかパルプは1キロぐらいいやパルプもねだからあれ朝晩であの2キロずつぐらいうんしたら6キロぐらいうん、うんうん、だからねなかなか。 広い面積でやるっていうのも大変だよね難しいって逆にあの石田さんみたいなのはもう石田さんある意味天才的だからさ感性の人だからよく勘ですごいできるなと思ってうん絶対そんな普及員が言ってることよりも俺が正しいんだってそういう確信を持って俺は最初からやったっていう <laughs> <laughs> すごいなと思って。 うんよくあんなみゆきさんもついてきたなと思ってさ <laughs> 好きでついてきたわけじゃないのよ子供できちゃってすごいよね田舎の方僕はこんな感じです。